辺りは真っ暗ですが、スタジアムはもう真っ赤に燃え上がっているといった感じ。ブリッツ、すでに優勝を決めていますが、今日の試合はどうでしょうか。実況担当は八塚博。おなじみのパンツェッタジローラモさん。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーの紹介です。画面の左側にエンドを取りました F マリノス。ゴールキーパーに榎本、ディフェンダー広瀬、武藤、松田、ミッドフィルダーは星野、アラビレーズ、鈴木、バッカラ、中村、フォワードは金子、ジョー。ブリッツ、ピッチ上の選手たちの動きはいかがでしょう。監督の腕に注目していきましょう。さあ試合開始です。前半10分、奥村、ここでボールを持ちます。あーたたたた、大丈夫でしょう。右に振ります。くさびを入れてつなぎます。倉本、中央がガラ空きになっている。あーっと、ここで笛、審判がペナルティースポットを指しました。さあ PK です。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。思いっきりいった、榎本、これを止めました。紳士、ショートコーナー、与那嶺、切り返してセンタリング、強い、押し込んだ。前半19分、林、確実に決めました。前半32分、ボールはブリッツ。ここからどう攻めるか。おっと、一瞬にしてごぼう抜き、一気に突破します。左のスペースを狙った、林、ブリッツ、コースは空いてます。スライディングでボールをカット。ブリッツ、守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。パスを出す、ちょっと強引か、ゴール前つながった、決まった、ゴールイン。前半43分、前半も終了直前の時間帯にゴールを決めました。ここで前半戦が終了。ブリッツ2点のリード。ブリッツ、後半相手チームの反撃を抑えることができるでしょうか。ここまで試合を支配しているといった印象を受けます。後半キックオフです。ブリッツ、リードを広げることができるんでしょうか。注目しましょう。裏のスペースを狙った、そのまま上げた、ジャンプヘッド、入った、ゴール。後半4分、1点追加。後半の15分、ボールはブリッツ。ここからどう攻めるか。反対のスペースを狙った、ブリッツ、ディフェンスが薄い、ここはチャンスです。直接いった、榎本、素晴らしい反応を見せました。アルガンチューはここでボールを持ちます。どう攻めるんでしょうか。ブリッツ、安定したパスを見せます。いった、これはナイスセーブ。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。終わってみれば0対3、ブリッツ大量得点でこのゲーム制しています。注目の紳士、随所でいいプレーを見せてくれました。本当にいい選手です。ピッチのジローラモさん、今日はありがとうございました。どうも、まだ次の試合で会いましょう。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さようなら。